テムアタック行くで行くで、エモちゃん、エモ太郎ちゃん、エモ太郎初のテムアタック行けるかな。よし、さあやってきました、エモンダで初タイムトライアル。というわけで実況席から私ヨピがお送りしていきたいと思います。はい、というわけでね、今回も千葉県君津市にある加納山にやってまいりました。まあ、もうここはですね、ほぼ毎週のように来て登っているスポットでして、今までなんと50回、挑戦しているようなコースでございます。距離が 5.55 キロ、標高差 287m、 平均勾配 5.2% というコースでございます。いつもはですね、まあ、トミさんと一緒にこうタイムトライアル挑戦するんですけど、まあ、トミさんが先にビャーッとね行ってしまって、私はそれについていくことができないので、まあ、基本的に単独で登ってるわけですが、なんと今回ですね、こうやって前を行くトミさんにくっついていくことができてます。これは自分の中でめちゃくちゃ革命的なことでした。はい、でトミさんもね、これタイムトライアルやるということで全力で登ってるんですけど、まあ、その全力に私もついていくことができてます。でね、まあ、正直ついていけても 2,3 分かなっていうふうに思ってたんですが、右下のラップタイムご覧ください。ただいま4分20秒時点でまだついていってます。はい、というわけでね、このね、平均勾配というか勾配が 5% 前後の坂、これがね、エモンダが一番よく進むんじゃないかと個人的に思ってるぐらい、ぐん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 進んでくれます。こういうね、ちょっと勾配が緩んだところとかっていうのは、もう前を行くトミさんにこうもう抜かしちゃいそうなぐらいね、ぐんぐん進んでくれるので、もう非常にありがたいですね。はい、というわけでね、ここの時点ぐらいでちょうど半分がもうそろそろ過ぎようとしています。さあ、この辺ですね、トミさんがダンシングでぐん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 と、私もダンシングでぐん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 と行きますが、7分40秒ここでついに私が力尽きるというか、トミさんのペースについていくのがちょっと難しくなってちぎれてしまいました。はい、ただですね、まあ、ここで諦めてはいません。トミさんの背中を追いつつ、一生懸命漕いでいきます。ここでね、やっぱ垂れてしまうと、まあ、タイムトライアルタイムが出なくなってしまいますので、とにかくトミさんの背中が見えなくならないように、まあ、一生懸命目で追いながら、踏んでおります。はい、というわけでね、まあ、今ちょっとちょうどカーブのところでトミさんが見えないんですけれども、まあ、心の目では常に見ながら走っております。というわけでカーブを抜けるといない。カーブを抜けてもまたカーブでいないけれども、まあ、私の目には映ってるわけでございます。はい、というわけでね、ケーデンスがだいたい、まあ私の場合90前後ぐらいで、回しています。心拍数はですね、もうこれぐらいになると180をずっと超えてるような状態で、めちゃめちゃ苦しいです。もう息絶え絶えという感じでね、一生懸命登ってるわけでございます。そしてスピードですね、まあ、今回スピードちょっと注目していただきたいんですけれども、まあ、平均勾配 5.2% ということで、緩いところもあれば、まあ、勾配がきついところもあるんですが、まあ、とにかくね、このスピードの維持がね、非常に、やりやすいというか維持しやすい、状態でした。でこういうグッとね、勾配が上がるところはダンシングで進むんですけど、ダンシングもめちゃめちゃ気持ち、伸びがいいっていう感じで、よく進んでくれるエモンダちゃんです。はい、というわけでこの T 字路を抜けると一番最後きつい二段坂のようなところがね、現れるわけでございます。ここからはもう平均勾配が 10% を超えていく、まあ、一番ねきついところは 15-6% ぐらいあるのかな。はい、ここがね一番もう最後の最後で、もう足もないし息も絶え絶えなのに一番きついっていうところですね。まあ、ここを超えてしまえばあとはもうゴールということで、最後の力を振り絞って一生懸命走っております。はい、というわけでここまでの時点で大幅に自己ベストのタイムを更新していましたが、あとはこの激坂区間でどれだけタイムを維持できるか、または伸ばせるかというところにかかってくると思います。いつもね結構ここで失速してしまうので、もうね垂れないように一生懸命一生懸命とにかく前だけ見て漕いでます。この日はねもうほとんど最高見てません。最高見ても苦しくなるだけだと思って、とにかく前だけ見て進んでいました。さあ、というわけで一番きついところを抜けて、このカーブを抜けてもう少ししたらゴールでございます。さあ、最後まで
力尽きるな私、頑張れレモンだ。マジで早かった。俺本当に前回、ちなみに自己ベスト出た。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。私もついに自己ベスト更新したねえ。半分ね、ちょっと次元車で単独だったんだけど、今までの自己ベが17分50何秒、今日、まだラップタイムなんですけど17分12秒。てかね、それ結構調子いい時の俺の全力ぐらいよ。今日僕16分ね、とうとう20秒台が。すごい。絵本がマジ早い。早い。マジ早いわ。途中までね、行く前が割と一定だったところはね、本当に早かった。いやー、全力で走ってね、あそこまでついてこられるとね、こっちもね、ショックですよね。トミさん、ちょっと焦った声だね。いやー、焦るでしょ。だって前にだって280から300ワットぐらいでずっと 4.5 倍ぐらいで踏んでるのに全然いるみたい。いやー疲れた。いやでも、のみさんおめでとう、自己ベスト。いやお互い様、おめでとうだね。頑張った成果出ると嬉しいね、やっぱりね。嬉しいね。しゃーしゃー、出し切った。あとはちょっとペースそうかな。出し切った。お疲れ様でした。めっちゃ嬉しい、うん、めっちゃ嬉しいんで。恐怖を感じていたよ俺は。やったー。おいおいおい、違うやろ。おい、色味めっちゃ合ってるけど違うだろ。おい、やめろ。